ましい奴だ。精霊私に任せておけ。どうだ。まだ力を出していないというのはもう終わりか。状況を報告してちょうだい。そういえば肝心の日じゃあ私が誰だかわかるわね。ねえねえ、子宮権限装置の準備をお願い。どうやら脳に異常があるようだわ。まったく。それでなんであんな危険なところにいたの？気絶する前のこと覚えてる？それは何より。落ち着いてちょうだい。順を追って説明するわ。ファミレス？ああ、位置的にはちょうどファミレスのあたりになるかしらね。正確にはここは空中艦プラクシナスの中よ。私が気絶したあなたを回収したの。これからとても大事なことを話すから、多くの人が30年前に発生した巨大。あの子の識別名はプリンセス。彼女が
折り紙一層、識別コード A0613。 準備はできているぞ。私は何をすればいい？手加減はしない。また貴様か。彼を私に任せろ。サンダルポン。はっ。はっ。はっ。やめてよ。話をした方が面白い。さらば。逃げるな。ターゲットの反応が消えた。折り紙、こんな戦い方してたらいずれ死ぬわよ。
日だな。殺してこ。バカ
何、いつまでグズグズしているつもり。私は質問、どんなデータが準備できました。質問、どんなデータが見たいですか。それともデータ以外のものが見たいですか。アホに、手加減はしない。はい、私に任せてください。私がいる限り誰も彼女たちを傷つけさせない。本当に怒るぞ。